こんにちは、平岩優奈です。今日は水鳥で練習させていただきました。なので練習風景を実況していきたいと思います。まずこれはウォーミングアップです。いつも軽く走ってからもも上げとかをします。その日のコンディションに合わせて内容を変えたりもします。この日は撮影してるっていうのもあって、いつもより入念にアップしちゃいました。とりあえず走ったりぴょんぴょん跳ねたりして体を温めてます。たまにこのスキップで足引っかかって転びます。こんな感じで走るアップは終わりで、次に歩きながら手首を回したり肩甲骨を動かしたりしてます。コケコッコー。肩甲骨は本当に大事。次にやるこれは音楽に合わせて体を動かしてます。いろんなところを伸ばして可動域を広げてます。好きな曲に合わせて動いてるのでテンションも上がります。これ好きかって。いつもより真剣ですね。真面目な顔してやってます。私は小さい時によく足首を捻挫してたので、このアップは大切です。って感じでウォーミングアップは終わりで、次に足のトレーニングに行ってきます。間違えました。行きます。これは順天堂大学で合宿した時に陸上の先生に教えてもらったトレーニングです。これを取り入れたことで足が運びやすくなった気がします。こんな感じで足のトレーニング終わりで、次は体幹のトレーニングに入っていきます。このトレーニングはペコペコと呼んでいて、とっても大事。こんな感じで4方向をやって体を締めていきます。これ意外と難しいんだよな。最後に壁倒立をしてアップは終了です。最初にタンドラで基本練習をしました。あー下手くそですね。イエーイ。もう一回挑戦。頑張れ自分。カメラマンにコツを教えてもらいました。おー来たーって言ってますね。これは張り切りすぎて失敗しました。これは膝かっくんみたいになって自分でも笑けてきました。もう一回挑戦。おー今度は良かったです。今度は1回2回半をやりました。でも調子が悪いです。多分どこにいるか分かってない。またカメラマンにコツを聞いてよかったです。次に後方形をやりました。納得いかなかったみたいです。ぴょーん。これは高さを出すために上に飛びました。これは良い。次は伸身ダブルをやっていきます。にょ。あ、納得がいってないご様子です。これは失敗です。最後は良かったです。次に平均台に入りました。これは基本練習をやってます。フラフラしてます。あとニヤニヤしてます。基本練習はとても大事なので定期的に取り入れてます。できるだけふらつかないように意識してるけどふらついてます。おっと、おーマトリックス。次は足振りをしていきます。お尻に力を入れてできるだけ体、上半身を動かさないようにして足を振ってきます。ブレブレだけどね。あはふらつかないで1本やりきったら OK っていうのをやって、ポーズでごまかしながら最後までやってます。はい OK。次は足を後ろに振っていきます。
この時膝がよく曲がるので曲がるのでしっかり力を入れながらやるのを意識してます。これは輪のジャンプの練習で、台から目線が外れてもふらつかずにポーズするっていう練習です。次はターンの練習です。軸がぶれないようにするのが大事で、手の力だけで回ります。ターンはキープが大事です。これはちょっと挑戦してみたけど全然止まりませんでした。次は腕の勢いだけで1回ターンをしていきます。これも軸をぶれないように、軸がぶれないようにやります。これは昔よくやっていて、ジャンプの後ろ足を強く振る練習です。おーこういう時もあります。次に反対足をやっていきます。反対足はあまりできないんですけど、どっちも同じぐらいできるようにした方がいいです。次、座のターンのキープをしていきます。これは反対足です。次にいつもやってる方の足でキープしていきます。だいたい30秒ずつぐらいやります。次の横は10秒ずつぐらいやります。右も左も両方やるのが大切です。これは構えた姿勢から足を閉じるところでキープする練習です。この時は逆足でやったのでできないことを言い訳にしてます。反対足は結構難しいけど、同じぐらいやるのが大事です。これは良かったです。できたのが嬉しくてドヤ顔してます。こっちはいつもやってる方です。ターンはキープが大事になってくるので、皆さんもやってみてください。これは頭の上から指先に串が刺さってるイメージをして、足の力だけで一周回る練習です。軸がぶれないように意識してやります。これはよくて自分で驚いてます。最後に座の3回ターンです。イエイ。次に平均台でやる技を床の線の上でやっていきます。ロンダートスワンです。いい感じ。次は交差輪です。着地でよくぶれてしまうので、そこが私の課題です。これは良かった。反った時にお腹が伸びちゃって痛かったらしいです。これはジャンプ前足が上がってないです。前足を上げろ。上がってません。頑張れ。はっ。上がってません。シャキーン。前の技がうまくいって喜んでます。あ、これはちょっと前足が上がりました。ルンルルン。もう一回上げろ。おお、上がったと思います。次は側宙です。ポーズの仕方がちょっと気に食わなかったみたいです。これは良かった。以上で実況を終わりたいと思います。グッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。ではバイバーイ。